らっしゃいませ。443円です。追加で、はい、お願いします。こちらお品物とレシートです。ありがとうございました。443円です。追加で、はい、お願いします。こちらお品物とレシートです。ありがとうございました。こんにちは、岩間よい子です。コンビニでの電子マネーの支払い方法を見ていただきました。ポイントはまず〇〇でと使いたい電子マネーを言います。スイカでとか、ナナコで、エディでと言えばいいですね。よく電子マネーの公式サイトとかを見てみると、お支払いの際に〇〇で支払いますとお伝えくださいなんて書いてあるんですけど、その実際コンビニ行った時の日常的な言い方として〇〇で支払いますというような、このなんかしっかりした文をそのまま言う必要はないですよね。まあ、コンビニでバイトしたことあるんですけど、皆さんスイカでとかエディでといったように〇〇でという言い方をしていました。まあ、店員さんも慣れてるので、そういう風にさらっと言っただけで分かってくれると思います。で、それを言ったら、店員さんがレジで何かの操作をして、そうすると機械の読み取り部分が光りますので、そこにタッチすればいいですね。こういうカードの場合は、財布やカード入れに入れたままタッチで OK です。ただ、財布の中に複数の電子マネーのカードが入っていると、干渉してしまって、うまく読み取れないこともあります。なので、複数枚持ってるっていう場合は、財布とカード入れに分けて入れておいて、よく使う方はこっちでこうすぐ出せるようにっていう風にしておくのもいいかと思います。あと一応ネットで調べると、干渉しない組み合わせや干渉防止グッズの情報なんかも出てました。さあ、そして iPhone の場合は iPhone7 以降の機種で Suica と QuickPay と ID が今のところ使えます。スイカで支払うときは、さっき映像で見ていただいた通り、ポケットから出して店員さんにスイカでって言ったら、もう何も起動しないこのままの状態でただ単にタッチするだけで OK です。タッチ ID やフェイス ID の認証も必要ありません。タッチをする場所はこの iPhone の上側の部分になります。一方、クイックペイや ID で支払うときはタッチ ID やフェイス ID の認証が必要になります。まあ、コンビニではおそらく全国のコンビニでスイカが使えるようになっていると思いますので、iPhone の場合はまずは楽なスイカを使ってみることをお勧めします。ということで、今回はコンビニでの電子マネーでの支払いのやり方をご紹介しました。電子マネーは支払いがめちゃめちゃ楽ですし、多くの場合ポイントも貯まってお得ですので、ぜひ日々の買い物に取り入れてみてください。この動画が役に立ったよって方はチャンネル登録、評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。